行きますか。 まあでも、玉木が猫好きでよかったよ。なんで？なんでって。共通認識？ご夫婦ですか？そういうこと聞くもんじゃないよ。新しく入ったの、純一。 今日小勢がローストビーフ焼くってよ。そう。来るでしょう。うん。じゃあ今日はおとなしく仕事しましょうか。そうしましょう。 大丈夫？何が？おかえり、はるちゃん。お姉ちゃん、髪切った？切ってないよ。あれ？<笑>お邪魔します。いらっしゃい。 でも本当良かったよね。お姉ちゃんに手伝ってもらえて。子育てママのピンチヒッターなんて卒業よく探せないよ。いや、なんかさ、純粋に優秀な子を取ろうと思うとみんな女になっちゃうんだよね。不思議なことに。本当僕の周りには強い女性が多いですよ。最後の一言が惜しいね。<笑>本当だね。何よ。 春ちゃんのお仕事があって、こうやって美味しいオリーブもね、買えてるし、私も転職に就かせていただいて。転職って？これ、専業主婦。あ、そうだ。<笑>ほら、今日届いてた。中見ていい？うん、いいよ。じゃじゃーん。あ、やっぱ見して。はい、どうぞ先生。はい、ありがとう、奥様。キャー、今月すごいじゃん。いつもすごいですよな。 お姉ちゃんどこ塗ったの？<笑>
そんな細かく覚えてないよ。もう私には絶対無理、この仕事絶対できない。絵描けなくてよかった。いや慣れですよ慣れ。違うよ。じゃああれは？ん？あそこ。何これ？これで。どこに満月？何言って。あ、もう行く？うん。泊まってけばいいのに。明日会社だもん。洋服貸してあげるよ。いいよ、家近いんだし。車出すよ。飲んでるじゃん。そうだよ。じゃあタクシー呼ぶね。お願いします。私ね、私浮気しちゃった。え？誰と？宅配便のお兄さんと。宅配ってどこの？漁師が勧める鮮魚パックを配達してくれる業者だって。でも3回だけだって。それ俺に話してどうするわけ？あいつのセックスさ、つまんないんだよね。あなたの妹。ちょっとやめてよ。あいつ霊感症なんだよね。霊感症ってわかる？やめて。行くふりするんだよね、あいつ。やめてってば。